東北新幹線が一部区間で運休する中、JR 東日本は明日からの三連休に東北線で臨時列車を運行すると発表しました。東北新幹線が終日運休している那須塩原・盛岡間のうち、那須塩原・仙台間をおよそ三時間で結ぶ快速列車を運行します。一日上り二本、下り二本の合わせて四本です。 また仙台盛岡間でもおよそ3時間で結ぶ快速列車を運行します1日上り1本下り1本の合わせて2本です臨時列車はすべて自由席です22日以降の運転計画については決まり次第発表するということです